ちょっと競馬の話。身を忘れてきてるんですか。とちゃん、今日は何ですか。今日はストークスの人物関係相関図を完成していきますよ。真ん中のトランプを引いてきてもらって、それに該当するマークの人がですね、どなたかお二人の関係性をエピソード交えて教えていただきたいなと。で、全部でカード22枚あるんですけれども、その中にはジャックからキング、つまりエガーナを引いた場合は自分と誰かとの関係性のみに限ります。自分と誰かとの関係性で、ジョーカー2枚あるんですが、他人のジョーカーを引いた場合は、引いた本人がぶっちゃけこの人喋りづらいとか気に使うっていう言いづらいエピソードを言っていただく形になるんで、ジョーカーには気をつけてください。ジョーカーやばいな。せーの、はい、クローバーハート、いや、みんなエース、みんなエース、ハート、あ、ハートちゃうわ、ハートや、俺やってるはい。クローバー、俺やで。マークじゃないから、誰かと誰か。誰かをつなげる。はい。じゃあ、DJ と、ウボジは、はい、あの、どっかの国のリーグで同じチームやった。なるほど。これ聞きたいんちゃいます？これ実はじゃあ、バスケ系の方がいいかも。最初はな。最初はね、ゆっくりゆっくり。では次。マルシェ、堂原さん、はい、すいません、みお前見せたこのカード。見せたやつ、見せたえいーいお前見えてる、見えてる、こんなことある、いきなりそれは仕込んだやろ。ジョーカー多いんちゃうか。ジョーカーいっぱいおるわ。うわ、どれ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 これいっちゃむずい。えぇ、めちゃくちゃむずい。なるべく本音でお願いします。なる、そうですね、ちょっと福田くん指定します。おい、同期の福田くん。同期、同期。気まずいというよりかは、僕が話しかけてもあんまり興味なさそうっていう逆に嫌われてそう。あ、こっち、そう、そっち、これが罰。うん、こっちは20までなんやけど、片思いやね。そうやね、片思い。めっちゃ仲良さそうに喋るけど、ちょっと罰が返ってきそう。唯一盛り上がったのは競馬の話。唯一盛り上がったのは競馬の話。ジョッカー嫌やな。ジョッカー嫌やな、ね。いらんことまで言わんのかな。ほんまにないやん。いや、あんねんご。メガネ仕込む。あ、俺、ダイヤ。え、俺が言うってこと？そうそうそう。そうです。そう。でも誰でもいいか。まあ、誰か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 。知らんなぁ。知らんなぁ。ほんま知らん。1年目っすもんね、だって。僕、ご飯っていうのは、誰やろ。翔太と、やつ、ゆくんちゃん。ああ、渡辺さんと渡辺さん。そうやな。いや、まあ、結構一緒に俺、見えちゃうけどな。そんな長所ってちゃうで。うん、でも一番多いのは、そうや、鍋さんやで。プライベートな時間が、年齢的にも、まあ、そうやな。そこが一番近い。うんうん、だから、いろんな、ね、ところでこう一緒に。まあまあ、そうやね。あ、でも一番長いから、こう見たい、うん。で、大学も関西の方やろ。うん、うん、確かに。ご飯仲間というか、なんかこう、仲良く。プライベート仲間。うん、パッと。プライベート仲間。プライベートで仲良いのそこぐらいしかなくそうやね、だってあとみんな家庭あるもんね、だって。ああ、なるほど。
こちらは独身同士、そう、独身同士、そうそう、それもある、それもなんかだから、これどう思うんちゃう、思う、はい、はい、俺はまあ、ローラーやすい、でも、ケンさんはあの、でもケンさんっていうか、こうもともと特進とかおった谷さん、堂原さん、松崎さんはめちゃくちゃお世話になって、うん、松崎さんとかは引っ越し、まあ、2回家引っ越したんですけど、全部あの手伝ってくれて、車に全部荷物入れて、何でもお屋さんですね、うん、まあ、お疲れです、また会うつもりでした、周りのファンクさん、はい、はい、パート、俺コンセントさん、エース、まあ結びつない、周りの関係、ケンとケンとヤスヨ、ヤスヨ家行くんじゃん、ああ、まあまあまあ、そういう、うん、家に行く仲間、家に行く仲間、まあでもヤスはどの家も来ますね、俺どの家でも来ますね、オールラウンダー、何してるんですか、ハート、え、俺か、ンさんか、多いですね、どう、ね、これはちょっと、え、ヨウダとマオが、はい、あまり喋ってるのを見たことないあ、ってかチームメイトやクンさんだけやな、もういやいや、違う違う違う、シャン、じゃあね、熊本のチームメイトですよ、なんか見たことない、あ、ほんまや、チームメイトやん、ほんま、なんでチームメイトで喋ってんの、喋っとんねん、喋っとんじゃん、はぐらで喋っとん絶対そうです、これはあ、でも真央が最近、最近っていうか子供とかできて、はい、子供の話とかよくするっすけどね、うん、ああ、確かに、それはするね、結構熊本の時とか何回か飲みに行ったこともあるんですよ、うん、うん、そう、実はなんかね、だから、確かにみんなが多分まだあんま分かってない、おいけジョーカー、おいけジョーカー、全部おかしい、わーい、なわけないね、おかしいだけ、そんな、ジョーカーか、僕じゃあ言うからフィッツァ、元エベッサ、そう、エベッサ大阪で一緒だって、はい、結構ね、仲間、まあ今もいいんですけど、はい、よくも喋るんですけど、だから年々日本語忘れていってるんですよそこにちょっとイラッとしちょっと何言ってるか分からへんとか翔さんがイラッとするって相当会話になってない、会話になってない、なんか聞き取れへん、俺の聞き取れへん時も、仲はいいんですよ、仲はいいんですけど、ちょっとイラッとする、そうそう、マーク出るだろ、キング、ハート、あ、キングはなんかやった、あ、そうですか、まあ、まだ竜なんですけどハートすぎるんだ、はいはい、エタを、はいはい、大阪の時に彼練習生だったんですよね、その時なのに僕よりいい車ランクルを買ってましたランクルを買ってましたそれを伝説よね、あれは伝説で嫉妬、ブルバってました、嫉妬です、嫉妬です、嫉妬だし、イライラさせるし腹立ってんな、いや、だいぶ腹立ってるから普通に腹立ってんな